朝廷より賜りし錦の御旗じゃ。錦の御旗じゃと。錦の御旗を掲げた反徳川勢力、一方朝敵の汚名を着せられた徳川慶喜は少数の家臣を連れ江戸に逃げ帰ってしまったのです。よもや慶喜公が逃げ帰ってくるとは。公方様を追って江戸へ攻め入ってまいるのでしょうか。大奥の女性たちは徳川家が官軍の手によって滅ぼされるかもしれないと恐れおののくのでした。今すぐ慶喜の首差し出すのじゃ。慶喜公を許すことはできませぬ。あのお方のお命と引き換えに徳川のお家が安泰となるのでしたら。あなたは家族です。家族。私は命を懸けてあなたを守らねばなりません。そして天璋院は大奥の運命をある人物に託すこととなるのです。つかまつります。天璋院様、唐橋が京より戻りましてございます。唐橋がすぐに参る。お役に立てず誠に面目次第もございません。そうであったか。とにもかくにもご苦労であった。唐橋は京で天璋院様ゆかりの方にお会いしたとのことにございます。ゆかりの者。ご無礼つかまつりまする。
お懐かしゅうございます。菊島、これはまことか、夢ではないのか。あ、夢ではないようにございますね。会いたかった、会いたかったぞ。それほどお喜びいただけるとは思ってもおりませなんだ。相変わらず口が減らぬの。天璋院様こそ一本気なところは少しも変わっておられぬようで。そうでなければ私が私でなくなる。私も口が減らなくてこその生島でございます。それで参った本当の用向きは何じゃ。今日で薩摩藩家老の小松様にお会いしました。立脇殿に。それで私はその小松様に頼まれて江戸に参ったのでございます。頼まれた、何をじゃ。西郷さんに宛てて天璋院様に手紙を書いていただきたい。そしてそれを生島様の手で届けていただきたいのです。私がでございますか。格別なご縁があるお二人なら西郷を動かせるやもしれません。とにかく手を尽くして天璋院様をお守りせねば。そうか、それでそちはわざわざ江戸まで。何の、喜んで参りました。よし、書こう。西郷に当てて私の気持ちをしたためよう。私も西郷殿に思いの丈をぶつけて参りましょう。頼んだぞ。お任せくださいませ。こうしておるとまるで昔に戻ったようじゃな。そのようなのんびりしたことを仰せになっているお暇がありましたら早くお書きくださいませ。やはり昔に戻ったようじゃ。3月になり、官軍の本隊は早くも江戸近くに到達しておりました。イギスター率いる東山軍は二手に分かれて府中と大宮に入っております。西郷様は江戸城総攻撃の準備を整えつつありました。無礼はなりませぬ。いざ大総督府参謀西郷吉之助殿にお取り次ぎ願わしゅう。生島様じゃっち。
手をお上げください。恋はまたお懐かしゅうございます。天璋院様からお手紙を預かってきております。天璋院様から？こちらでございます。恐れ入りましてございます。どうぞお読みくださいませ。この度お願いいたしますのは、他でもない徳川慶喜のことです。慶喜と私はかねてより心が通じず、将軍職に就いたこともいかがであろうかと心配しておりましたが、朝敵のご沙汰を受けたまわったと聞き、帝に対し誠に恐れ入り奉り、深く心を痛めております。西郷さん、西郷吉之助さん、お供させてはいただけませんでしょうか。何のためじゃ。姫様をお守りするためでございます。どうか慶喜の命を助け、徳川家をお救いくださいますよう、御所へお取りなしくださいませんでしょうか。徳川家永続のためならば、私の命などどうなろうとも構いませぬ。私は徳川の土となる覚悟でございます。ご迷惑でございましょうが、あなた様のほかに頼る相手もございませぬ。どうかくれぐれも憐れみくださり、お救いくださいますよう、どうぞどうぞよろしくお汲み取りくださいませ。薩州隊長様、天璋院。改めて申すまでもなく、これは前代未聞のことにございます。先々代将軍の御台様が薩摩の隊長に直に文をしたためられるなど、ここまでなさった天璋院様のお気持ちを何とぞ推し量ってくださいませ。別の話でございます。別の話。徳川家を倒さん限り、この国が変わることはありもはん。あなたは一度はお命を捨てた身、しかも二度の島送りを経て、人の苦しみ辛さを人一倍お分かりのはず。学ばれたことも多いはず。そういうお方が武力をもってことを終わらせようというのはいかがなものでございましょうか。なればこそでございます。なればこそ命を捨て、島で諦めかけても、なんとか生き延び
てまいりました。まだこの世でなすことがあるじゃろうと天が私に命じておられるのでございもんぞ。西郷殿は天璋院様をお忘れか。お分かりください。天は徳川を滅ぼせと命じたのでございましょうか。天璋院様をこれほどまでに苦しめ追い詰めよと。そこまでやらんにゃならんとでごわす。そしてそこまでのことができるのはこの身を置いて他にはおりもはん。徳川と戦おうて戦場の露と消えようとも残されたみんなでこの国を作っていってくれもんぞ。ではいくら話しても分かり合えないと。まっこてすんもはん。天璋院様に何かお言づてがありましたら受けたまわりますが。ふいのようなもんにお手紙をくださりありがとうございますとお伝えください。それからどうかお元気でと。江戸に攻め込もうというあなたがお元気でと。江戸城総攻めは3月15日とする。全軍に伝えよ。おう。悪者になろうとしておる西郷がか。そのように見受けられました。おそらく己一人の身に全てを背負って死んでいこうとしているかのように。己一人の身に。そこまでせねばこの日本国は変えられぬとあの者内に覚悟をしているのでありましょうが、それだけにその意志は固うございます。西郷は少しも変わっておらぬのじゃな。は、私の知っておる西郷のままじゃ、いや、さまざまな目に遭うて鍛えられ、さらにさらに情厚き男となっているのであろう。生島、なんとかなるやもしれぬ。何ですと？それをできるやも知れぬ男が一人だけおる。それは。勝を呼べ、話がしたい。承知いたしました。まだ望みが絶たれたわけではないのじゃな。なんとかなる、きっとなんとかなる。